ただきますか。ラップ取ってください。いただきます。リの海苔はあれだよ、お好みで。リの海苔は、リの海苔はこれ。コッコ、コッコすごいね。コッコ、リのコッコ大好き。マックン海苔つける？マックン、リノの海苔つける？海苔つける。リノの海苔餅だから。マックン海苔いらないんじゃない？音に海苔巻いてよ。このどれがいいですか？大きいの、これ筋っこ。マークもこれ。マークも海苔つける？まとわりつくよ。ありがとう。筋っこもあるよ。これでかいから甘く塗りかむよ。食べるの？白いのがいいんだ。マー君白いのがいいんだ。残さないようにね、うん、残したら音食べてくれるから。ではリノもカーッと。でここしか、あ、白いのこれしか握ってないんだね。美味しい？うん、めっちゃあった。うん、パクってダメだよ。うん。うん。うん。じゃあ卵焼き、うん、あ、刺せない？フォークにするか。持ってる、うん、これとこに置くの、うん、ここに置けばいいよ。ここに置きたい。ダメだ、どこ、うん、ここに置けばいいよ、うん、フォークが落ちるよ。マーク落ちるよ。あ、くぅ、うん、なんかさ、ここだ、味しない。うん、混ぜてるから。これ一見少ないように見えるけど、ケーキあるから食べ過ぎないようにということで。うん、卵焼きどう、うん、何入ってるか当ててごらん。なめこ、もう一目で見ればわかる。さすが。だってここに茶色のちょっとつけて食べるんだよ、うん、ちょっとだよ。ダバッとつけるんじゃないよ。ねえ、フォークでマヨネーズすくってつけた方がいいんじゃない？いいか、うん、美味しいでしょ、うん、美味しいよね。美味しくて本当に落ちそう、うん、またそれ落ちないもんだって。リノ落ちた？どう、リノのり鮭入ってるじゃん。これどう、食べる？もう一個食べする？食べるっす？食べない？じゃあ音食べるよ。マグそれ食べる？こっちにする？こっちにする。これ食べない？これでっかいから。うん、でも音それ1個食べちゃったから音こっち食べたいんだよね。これ食べていい音じゃ。いいよ。うん、なんでリノのりなの？ん？なんでリノのりなの？リノののりだよこれ。なんでマー君はさ、ね、白鳥ゆうまとさ、ね、野沢ゆうま2人さ、ね、お名前同じ子いるのに、リノって名前の子いないの？リノっていう子、うん、いない。あ、そう、知らないだけなんじゃない？保育所全員の名前知らないでしょ、リノ。知ってるよ。何で知ってんの？知ってるわけないでしょ。知ってるよ。何人ぐらいいんの？559人。うん、絶対いないね、そんなに。うん、おいしい。熱下がってないよ。
熱ま、あ、まだ熱い。ケーキ食べるからあんま食べないの。すぐは食べないよ、ちょっと時間置いてからケーキ食べる。巻く前に熱つけすぎ、巻く前に熱つけすぎ。マークもマヨネーズつけないで。もうつけちゃダメだよ、マー君が。わー、つるしけ。つるしけなんだもん。美味しいね。海苔ないよ。海苔あるよ。こうやってでかくやる。半分ちょうだいよ、トニー。それやって、それ全部食べるの、リンダの海苔。まあ、このテーブルの上でやって、テーブルの上で、テーブルの上、ここのこの上でやってこない。ここ？うん。そうそう。ああ、そうそうそう。はい、つけて、つけて。ピタッて。全部つけちゃうよ。うん。あ、これ本当に誰も食べないの？これ。ラーメン食べたい。昨日食べたばっかじゃん。昨日のあれ品そばだよ、ラーメンではない。さっき食べたばっかじゃん、ラーメン。さっき食べてない、ラーメン。どう言えばいいんだろう。リンダの海苔美味しい。大丈夫？うん、美味しい。スズコ口にスズコついてる。赤いなんかチーズてるみたいに、美味しいの。スズコ美味しい。美味しいね。夜何食べたい？うん、何食べたい。あ、カツ丼って言ったんだ。カツ丼って言ったんだ。カツ丼か。カツ丼ね。カツだけじゃないんでしょ。カツ丼がいいんでしょ。マップンカツ丼。お、そう？食べないのそれ。うん。どうしたの？あんま最近食べないよね。重くなっちゃった。ダイエットしたの。そうだ、嘘。ケーキでしょ、絶対ケーキ。マック、あの、重くなっちゃった。マックン軽いね。重くなっちゃったの。いや、マグマ軽いな。ごちそうさまでした。ちょっと食べてないじゃない。だってリンゴは食べたよ。だって重いだもん。何、重い。あ、重いか、おにぎり。ごちそうさまでした、うん、パパ。さあ、お薬飲むよ。じゃあごちそうさまでした、パパ、うん。まだだよ。うん、いいですか。まだだよ。まだだよ。いいよ。わあ、すごい。2個ずつ食べていい。いのこれない。僕はこれ。いただきますか。はい、はい、うん、はい。
そっち食べるの？マー君最初にそっち食べるの、うん、こっち食べるの？どっち？こっち。うん、じゃあこっちから食べよう。僕の美味しそうだね。チョコ。うん、なんだっけ。あ、うん、いいんだよ、倒した方食べやすいんじゃない。はい、うん、いいよ。いい、本当はこれ一人一個なんだよ。幸せだね。ママお仕事頑張ってるかな。ちょっと覗きに行く。覗きに行く？絶対気づかないよ。マー君ちょっとお手にちょうだい。ここいい？いいよ。マー君コップについてるよ。うん、うん、美味しい。これは美味しいね。リナのちょっと音にちょうだい。どっち美味しい？うん、うん、マークの方美味しい。あれ、マークの方美味しい。マークゆっくりゆっくりゆっくり、はい。食べないの。リノにもちょっとあげてよ、ここ。いい？いいよ。いいって。マークもちょっとちょっともらえばいいよ、これちょっとチョコだから、チョコだから。ちょっと食べてごらん。何もちょっと。うん。リノここここ。うん。大きくだとね。美味しいでしょ、マークの。あ、そう言うと思ったよ。うん、はい、マー君ゆっくり食べて、ゆっくりゆっくり、そういうゆっくりではない。それ飲んじゃったら次食べて。まだ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 、はい。これくらいで食べないとすぐなくなってるもん。もうほらまだあるから、これまだあるから、そう、ゆっくりゆっくり。じゃあ、あとこっち食べていい？あ、うん、いいよ。いいでしょ、どっち2個食べていい。どう？でも、肝心なスプーンがない。ふー、どうこれ、どう？いいんじゃない？へへ、これイチゴ入ってるんだよ、丸のと。ほんとコスプだもん。ん？ほんとほら、わーわーわー、あ、これ雪見大福だよ、これ。あ、もう手でいっちゃう、これ。ほんと食べた。あ、これ美味しいよ。ちょっと食べてみるか。ん？それ食べてごらん、これ。うん。うん。これ餅だよ、餅。うん、もちもちだよ、これ。おぉ、どう？うん、美味しい？美味しい、美味しいでしょ。マークも食べる？食べない。こんなちょっと食べてみよう。うん、うん、よし。すごい美味しい？冷やしてたから美味しいよ、これ。うん、雪見大福だね。よい、雪見大福大好き。うん、いちもちっちゃ。辛いね、これ。これ辛い、食べたい。これ酸っぱい。これ酸っぱいな。うん、うん、これ酸っぱいね。これ酸っぱい。うん、マークジュース飲んでっかい。これ食べればいいよ。
ゆっくりだよ、ゆっくり手拭いて。うんうん、いいよ、食べて。すごいね、ペロリといくんだね。これうん、それフォークつくよ。なんで取るの？まあ、取ってもいいか。このラップ取るだけなんだ。ラップ取んなくてもいいよ、別に。犬子やって食べる。おお、さすが。では。うん。上手で。おいしい？うん。ほらって、これ好きじゃないの？音に特別なとこあげただけで。うん？普通。なんだよ、それよ。普通。普通？うん。それは普通さ。うん、あ、一目から行くんだね、みんな。どう？おやつにケーキどう？これ酸っぱくないよ。行ってよかった。うん、マー君、ゆっくり。ゆっくり。リナもゆっくり。うん。音食べたのもう一個あるよ。食べたい。でもママに残しておかないと。どれ？音食べたやつ。じゃあこれ残しててあげよう。ママこういう形のやつ好きなんだ。じゃあそうする？これママに残してリナあっち食べるの？そう？ママ大爆笑するだろうね。大丈夫だっていいよ。ありがとう。音ごと一個開けて。ゆっくりゆっくり。ゆっくり噛むんだよ。完全に入れてみた。ん？やっぱ含み大福。ちょっとでも違う。アイスじゃないから。いや、ふふんじゃない。アイスじゃないから、アイス。アイスだよね、入ってる雪見大福って。クリームだもん、ただね。いちご入ってんのよ。おいしい。うん、そう、噛んでる。それみんなケーキ予想やればいいんだよ。そうすれば毎日ケーキ食べれるよ。いちごない。あるよ、ちっちゃいんだ、それ。大きいイチゴ食べてみたい。うん、毎日あのお腹が、うん、あの大きくなっちゃうよ。毎日お腹大きくなっちゃう？ケーキ屋さんやったら。うん、うん、あの大きくすれば。大きくすれば、マー君、お口。あ、あった。うん、到達した。ちっちゃいでしょ。うん、大きい。どれ、丸ごと出してみて。うわー、ちっちゃ。マー君、マー君、マー君、スポンジ残しやめてよ、マー君。お腹いっぱい。うん、マー君スポンジ好きじゃないの？スポンジと一緒に食べるほうがおいしい。そうだよ。うん、僕もうちょっとジュース飲んで。もうスポンジ食べた。あ、スポンジ食べてないからもう臭くないんだ。あ、お口、お口。うん、なに、かゆい、かゆい。マー君、ベーってしてごらん。
うん、もう治ったかな。音見て。うん、すごい散らかしてくれたね。うん。じゃねえだって、音にも、ママにも、ママに怒られるよ。ママに怒られる、すごい怒られるでしょ。ドーンって怒られるでしょ。ブカーンってかなーって言って怒られるでしょ。うんだって、うんだって。ママ、はい、誰だ散らかしやがったの、オンドリアーって言って怒るでしょ、ママ。音でしょ。音か音だーだってって言われるかも。音怒ったことないもんね。くわー食べちゃう。はい。伸びる。食べちゃうんだな。すごいね。伸びるね。うん。ちょっと。なんで雪の大福ってのなのか。理由があると思う。これ自体は雪見大福じゃないよ、名前。雪いちごって書いてるよ。雪いちご娘って書いて、雪いちごって書いてる。娘色の雪いちご丸ごといちご&ホイップクリーム入り。この丸ごといちごっていうのがね、ちょっとねすごいちっちゃいっていうね。あ、山崎で作ってるのこれ。全然飲んでない。飲まないね、マーク。飲まないよ。そう、教習科何回行ったっけ。2回。ん、2回行ったっけ。なめんなよ。なめんなよだったよ。そんなことママに言ったら、こんなりゃーって言うでしょ。違うよ。言ってまうだーって言うでしょ。違うよ。違うっけ。んー、もちめた。オンドリアン、オンドリアン。あとママとやっておこうと思う。あとママがトーってやるでしょ。リーナの顔に向かってトーってやるでしょ。チョキチョキチョキ。なにこれ、なにこれ。マグ手拭いた。マグ手拭いた。キラキラついてる。うん、ちゃんと手拭いて。いた。ゴシゴシ拭かないと。ギュッと押しただけじゃ。うん、ちょっとたたむね。うん、たためんの。すごい食べちゃったね。リノも手拭いて。ちょっとたたむね。うん。すごいじゃん、マー君。うん、もう一個、もう一個。うんうん。で何し、おお、すごい。できた。何を貸して。おお、拭くの。おお、おお。手拭きでポンポコポン、手拭きでポンポコポン。さあ、あと夜まで何も食べないよ。ん、夜まで何も食べれないよ。ごちそうさまでした。いい、約束してよ。ケーキ2個も食べたんだから。ケーキ2個も食べたのってママ言うよ、絶対。ん、ごちそうさまでした。ママには内緒。ママには内緒だよ。ごちそうさまでした。ではマリオのくむくむパズル。マリオ、ブラザーズもマリオ。マリオやるか。